モーブは1856年にウィリアム・パーキンが発見した世界初の合成染料である。モーベイン、アニリン・パープルと呼ばれることもある。紫色の色素であり、アニリン染料に属する。モーブはフランス語のゼニアオイを意味する語から名付けられた。パーキンの息子からの手紙。 モ布ブで染められた絹が同封されているウィリアム・パーキンは当時イギリスの王立科学大学に招聘されていたアウグスト・ビルヘルム・フォン・ホフマンに指示していたパーキンはイースターの休暇で自宅に戻っていた際に自宅の実験室でキニーネの合成法を研究していた当時は分子の構造についての概念が未熟であったためパーキンは当時知られていたキニーネの分子式をもとに アリルトルイジンを参加してやれば合成が可能ではないかと考えた。そこでクロム酸で参加してみたが、褐色のタあル上混合物が得られただけであった。そこで今度はアニリンを同様の方法で処理してみた。同じように黒色のヤニが得られたが、これをエタノールに溶かしてみたところ紫色の溶液が得られた。当時のヨーロッパでは紫色の染料は極めて高価な貝紫しか、 知られていなかったので、パーキンはこの溶液を染料として用いることを考えた。そしてこの溶液が絹を染める能力を持つこと、面についても全処理することで染色が可能なことを発見した。染料として使える程度の対抗性もあることが分かった。そして、パーキンはこの染料についての特許を取得し、ホフマンの反対を押し切って1857年に、 この染料を製造する工場を設立した。1862年には、ロンドン万国博覧会において、ビクトリア女王が、モーブで染色した絹のガウンをまとって出席したことで、ヨーロッパ中の話題になった。しかし、モーブはイギリスでは、保守的な染料業者が多かったためあまり評価が高くなかったこと、同じようなアニリン染料である副診が直後に、 発見されたことから大きな成功を収めたとは言い難い。モーベイン A とモーベイン B の構造式モーベイン B2 の構造式モーベイン C の構造式モーブを構成する色素モーベインは主に2種類の色素モーベイン A とモーベイン B の混合物である。これらのモーベインの構造は1994年に確定した。原サンプルの分析によってそれまで提唱されていた構造が間違っていたことが 判明したのである。さらに2007年になって、新たにモーベイン B に及びモーベイン C が発見された。パーキンの使ったアニリンは、かなりの量のトルイジンを含んでいた。そのため、モーベインの構造中にはトルイジンに由来するメチル元がある。モーベイン A は、アニリン2分子と、O トルイジン1分子、P トルイジン1分子が結合した分子式。 C26H23N4X の物質であり、モーベイン B は、アニリン1分子と、オートルイジン2分子、P トルイジン1分子が結合した分子式、C27H25N4X の物質である。ABCD、科学初めて物語。日本科学工業協会。2020年2月10日閲覧。 メトコーン、オースミス、エム、ホワットディド WH、パーキンアクチュアリー、メイクウェンヒーオキシダイズドアニリンツーオブテインモーベイン、J、ケム、ソーク、パーキントランス、1994、57、ドイ、10.1039、P199 億4000万をハットリビジティング、パーキン、S ダイ、ザ・スペクトロスコーピーフォートフィジックス、オブツーニューモーベインコンパウンズ J、 セイシャス・デメロ、エスタカト、エム・スーザ、エム・ジェメロエジェ、パローラ・ケム、コミューン、2007、2624から2626 26、ドイ、10.1039、B618926A。ありがとうございます。